皆さんお久しぶりです。半年ぶりにヨカバンに戻ってきました、佐藤信長です。宮崎出身俳優の佐藤信長さん26歳。ミュージカル刀剣乱舞でアニメの2次元の世界を3次元の俳優が演じる 2.5 次元俳優として大ブレイク。舞台、テレビ、モデルとマルチに活躍する注目の若手俳優です。女性の皆さん必見ですよ。いやー、宮崎手毛変わったわもうすげーでけー前回のヨカバンでは信長さんのルーツを探る特別企画をオンエア。宮崎県内の熱狂的なファンから反響が寄せられました。そこで佐藤信長さん、お帰りなさいませ。はい、ただいまです。帰ってきてくれました。今日は、はい、会いに行ける佐藤信長さんになってほしいと。なるほど。会いに来てもらえる、会いに、レンタル信長的な。そうです。宮崎県民の皆さんと直接触れ合って今日はロケをしたいと思ってます。いや、いいですね。なかなかね、宮崎の皆さんと、はい、お会いできないので、はい、いや、そのやっぱこういう時に宮崎の皆さんと絆が深まればいいなと思います。そうなんですよ、はい、ということでですね、今からインスタライブをしましてインスタライブで募集するということですね。そうです。今から、今朝9時30分ですよ、はい、これから行きます。超斬新ですね、はい、というわけで突撃実験企画、会える信長。突撃実験企画、会える信長。始まった。お待たせいたしました。皆さん、おはようございます。今からですね、告知をしていました通り、ヨカバンの企画で佐藤信長さんとあなたのもとにお手伝いに行きますという企画、やってみたいと思います。初めての試みですね。あ、信長くん後ろにって書いてる。そうなんですよ、同じ場所にいるんですけども、ちょっと背中合わせてですね。おはようございます。あ、来た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 。おはようございます。面白いね、この感じ。おはようございますちょっと距離を取りつつどうですか、やる気は。いや、やる気、いや、何が来るか分かんないんで怖いですけど、まあ、宮崎の皆さんと、はい、なんか自由に触れ合えるような気がして、うんうんうん、ちょっと楽しみですね、うん、お、串まで一緒に写真撮ってください。今日みんな、そうっすね、お休みか、日曜だから。こもりしてほしいとかですね。いいですね。来てますよ。ドライブしましょうとかも来てますね。プリクラ撮りたいっていうのもありますねプリクラってもう10年以上撮ってないですね。うんうん。かなちゃんと同じヘアスタイルにしてもらいたいですと。ありがとうございます。それ僕がするんですかね。ジビエ狩猟見学体験。ジビエ、このジビエ狩猟見学っていうところがちょっと生ぬるいな、やっぱりどうせならジビエ狩猟だよド S やんUMK 裏の公園で子供たちと遊んでほしい。そこの公園ですね、後ろのあそこのお、すぐ近くのファミマ。お、どこですか。 あれかちょっと待って、すぐ近くのファミマが気になりすぎる。もうそこ見えてる、見えてるから。するとファミマの方ですか。すげえ。インスタされるの知ってたので、はい、背景が見えたから、ありがとうございます。え、ちょっと待って、手に持ってるのはすごい、なんで持ってるんですか。すごくない。大好きなんです。あ、泣いてる。泣いてる。ありがとうございます。はい、すごい。ありがとうございます。こんな近くにいるなんて思わなかった。そうなんですね。もうちょっと近くに。嬉しいね。嬉しいです。嬉しい。そうなんだ。じゃあたまたまいたってわけじゃなくて、会えるかなと思ってみたいな。そう、見れたらいいなと思ったんですけど。どうですか、生。もうかっこよくて。いや。宮崎に住まわれてるから、そうです。わ、すごい嬉しい。宮崎からの応援が本当に僕は嬉しいので、ね、ありがとうございます
もう早速お手伝いできたじゃないですか。いや本当早速ちょっと一つ終わっちゃいましたけど、まさかこんなすぐ会えると思ってなかったんで、はい、宮崎の方となんかこう触れ合えてよかったです。本当にありがとうございます。これからもよろしくお願いします。頑張ってください。ありがとうございます。早速熱烈なファンと絆を深めた信長さん、これからもよろしくお願いします。頑張ってください。はい、ありがとうございました。宝物します。ありがとうございます。よかったね。よかったですね。続いての会える信長は、佐土原のケーキ屋さんって書いてません、ね、佐土原のケーキ屋さんですけど、佐土原のケーキ屋さん、お店の宣伝してほしいって。あ、本当だ本当だ。あ、いいですね。そこで熱狂的信長ファンの投稿者がいる宮崎市佐土原町のケーキ屋さんへ突撃。こんにちは。こんにちは。はじめまして。はじめまして。佐藤信長です。取ってあげてます。佐藤信長さんがやってきました。すみません。まさか来られるとは思ってなくて。本物あの見ていただいて、ああって、あの今回コメントで、はい、あのケーキ屋さんに来てほしいっていうふうに言ってくださったのは、はい、私です。お名前聞いてもいいですか。竹内です。お二人名札を見るとお名前が一緒ですけど、どんなご兄弟です。姉妹でいらっしゃるんだ。 目似てるなって思いましたもん。ね、はい、確かに2人はケーキ屋さんの宣伝をしてほしいっていうのはただの口実だったとか、あ、いや、いや会いたかっただけとかでも6対4ぐらい6対4ここで甘いもの大好きな信長さんへお店自慢のガトーショコラを試食してもらうことに。うん、とろける。おいしい。よかったです。多分2人もとろけてるんじゃないですか。なんか見るた帰ってきてるの見るたびに、あ、今宮崎におるっちゃう。空気がきれいになるわと思って。空気がきれいになるわと思って。もともときれいですよ、宮崎の空気がね。もっときれいになると。いや続いての会える信長は、さあ市内某アパート前にやってきました、はい、さっきのインスタライブのコメントで、はい、こんなのが来てたんですよ。嫁が誕生日なのでお祝いしてください、はい、続いての会える信長、はい、これ行きましょう。行きましょう。じゃあ行きます。行きます。はい、あ、すいません、宅配です。はい、すいません、失礼します。リサさん、誕生日おめでとうございます。ハッピーバースデートゥーユー、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 おめでとうございます。おめでとうございます。あ、ごめんごめん、びっくりした。ごめんね。お誕生日ありがとうございます。今日ですか。はい、あ、おめでとうございます。ありがとうございます。あのインスタライブであのコメントいただいて、はい、旦那さんの方からですね。はい、で、あのケーキ用意させていただきました。おめでとうございます。すいません、あのゆっくりしてたところに突然。いえ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 。外の小声聞こえてなかったですか。あ、大丈夫です。作戦やってたんですよ。一人でドキドキしてた。よかった。改めまして、リサさん、おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。まさに今日当日なんですよね。はい、はい、そうです。いかがですか、お誕生日当日に信長さん登場は。ありがとうございます。こちらこそ。わかります。ご主人はどうしてこう奥さんのお祝いしてほしいと思ったんですか、信長さん。いや、もう前回のヨカバン見させていただいて、もうずっと可愛い、好きって言って。信長さんのことを、はい、奥様が、はい、で、たまたまその僕、武田アナのインスタをフォローしてて、はい、あの今日ライブがありますよっていうのを見て、はい、
で、あ、ちょうどいいわタイミングはと思ってコメントさせていただいた。なるほど、じゃあ奥様は信長さんに会いたくて、はい、旦那さんは私に会いたくてよろしいですかね、はい、ちょっとあの無言のまま、はいはい、もう素敵です、かっこいいありがとうございます、いい笑顔が、笑顔がもう、はい、素敵です、虜になりましたちょっとこれからも出れるように頑張るんで、はい、注目してください、はい、応援してます、はい、ここで信長さんの売り込みが、はい、きました皆さんよろしくお願いします突撃実験企画、会える信長、またあなたの町にお邪魔するかも。では改めてリサさん、お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。ふっしゃってください。はい、失礼します。一緒に、一緒に、一緒にする、はい、せーの頑張れ